エディオン、エディオン、広島本店本館が建て替え工事中だった頃の、ヨースエディオン、広島本店は、広島市中区上屋町及び、その一帯にある、加減量販店、エディオンの本店。その東館は株式会社エディオンの陶器場の、本店所在地でもある。創業時のヨース増築時のヨースハイライフプラザ第一産業本店当時の外観第一産業の、本店として、 戦後間もなく開店。開業時の住所は、広島市川山地68であった。1965年の町名再編で、広島市神谷町2丁目1の18に、1980年の政令指定都市以降で、現在の地名になっている。第一産業の創業地であり、第一でオデオエディオンと、社名変更を繰り返しながらも本店であり続けている。本店のは、 第一産業、第一デオデオ時代は陶器場の本店で、一時期はエディオンウエストの本店でもあった。2000年頃までは周辺部に業務を行う本社があった。一時期、石丸電機本店がグループとしての陶器場本店だった時期が存在するが、2011年6月29日にエディオンの陶器場本店が当地に移転している。本社機能は2000年頃に、 廿日市市に移転。緑殿下を経営統合して社名を変更したエディオンウエストがエディオンと統合する2010年まで廿日市市に本社を置いていた。現在も廿日市市にはエディオンの拠点を置いている。現在は事業統合により大阪市北区道島にエディオンの本社を置いている。1975年に開店した本館と2012年に 開店した新館を中心にして、広島市中心部で最大級のべ床面積を持つ家電量販店になっている。デオデオ時代は本館のほか複数の専門家、デオデオタウンの中にはもともと総合広島店、総合タウンだった建物も存在していた。淀橋カメラ、新宿西口本店と非常に類似した売り場の拡大の方式であった。立地は そご広島店に道路を隔てて隣接し、広島バスセンター、広島電鉄本線神谷町に指定流上、アストラムライン本堂利益及び県庁前駅などの交通機関にも隣接し、商業、交通の要衝に立地している。ただ、開店当初からそのような立地だったわけではなく、開店当時は福屋や天満屋がある八丁堀が商業の中心だった。 店舗自体は移転を行っていないものの時代の変化により、開業当初はビジネス街の中にある店舗から広島バスセンター開業による交通の要所としての機能強化。そして、そごう広島店開業による商業の中心へと周辺環境に関しては開業時と比較して大きな変化を遂げている。本館がある地は開店当初は面積も今より狭く、 1954年に隣接地の木材店の敷地が売りに出た時に当時の年賞が600万円ほどに対し720万円で購入。当面はパチンコ店やタクシー会社に貸し出していたが本館建設時までに現在の面積になった。本館内に設けられたサテライトスタジオは長らく中国放送のラジオ番組サテライトナンバーワンの公開放送に利用され、 現在は、吉本神谷町劇場として使われている。2007年のデータで、デオデオ本店の年間売上高は、約157億円で、デオデオの広島地区全体の売上高約450億円の、うち3分の1を、広島の家電素売上高約1000億円のうち15%を、占めている。2012年9月15日のブランド名の統一で、エディオン、広島本店になり、 本館、新館と呼んでいたが、2019年の本館の建て替え完了で、東館、西館に改められた。分野別で、いくつかの店舗で構成され、すべての店舗が神谷町から、広島本通り商店街のエリアと保険内に一致している。また、そごう広島店内にも店舗が存在しており、本館の建て替え中は、サンモールや、 神谷町車両など資金地に分散して一時営業する予定である。東館編集西館、編集レオデオ本店新館時代ドコモショップエディオン広島本店前店神谷町車両にある西鉄旅行エディオン広島支店の仮店舗そごう広島店新館9階にも店舗がある3モールにはゲーム CDDVD 売り場が一時移転する 工事中の売り場に張り出された、開店予告の案内神谷町車両9、エディオンパソコン教室の看板。撮影時双葉図書は入居しておらず、受講者は現在使用されていないこの出入り口から、エレベーターで直接4階へ向かった、旧、コンマート時代上田ビルには、エディオンの売り場の他にも多数の店舗が入る所在地は、広島市中区大手町1-1。地下1階、地上10階。 当地には1960年代より第一産業の店舗や事務所などが存在していた。2007年、当地を敷地に新館を建てる計画が明らかになった。その後、2010年10月にウォッチカメラ館、デオデオ旅行者、ドコモショップデオデオ店、通信機、電気パーツ館、デオデオ第三大手町ビル、 V ポイントの跡地に新店舗を建設することを正式に発表した。2012年6月11日、デオデオ本店新館を同月22日に開業するとエディオンが発表。同月22日に開業した。以下のフロアマップは2012年6月の新館完成時点のものである。2012年10月1日に店名をエディオン、広島本店新館に 名称変更。本館のリニューアルオープンに伴い、エディオンツアーズは本館に移転した。2017年4月から6月にかけて、本館の一部売り場の移動や、改装のため一時閉店。同年6月2日にリニューアルオープン。2019年6月に、本館建て替え完了に伴い、現在のエディオン、広島本店西館に変更された。 ドコモショップエディオン広島本店前店。編集所在地は広島市中区大手町1-4-32。地上1階部分に店舗を設けている。NTT ドコモの代理店。当初はドコモピットとして開店。新館敷地内に立地していた。その後ドコモショップでおデを店になった。2010年8月に現在地に移転。 エディオン市会社のエディオンコミュニケーションズによる運営。原点名には2012年9月15日に改名した。西鉄旅行エディオン、広島支店、編集2017年2月をもって JTB とエディオンツアーズの提携が終了し、変わって4月より西鉄旅行がエディオンとの提携店舗を出店する。エディオンツアーズが入居していた本館が、 営業開始時に建て替え工事に入っているため、店舗は神谷庁舎レオ西通りに設けられる。そこを広島店、新館9階フロア、編集所在地は広島市中区元町6の78。地上9階部分に店舗スペースを設けている。2007年7月にリビング音と映像フロアが整備された時に、ホームシアターの提案スペースとして出展した。 以前は9階全体にベスト電気が置かれていた。3モール1階フロア、編集所在地は広島市中区上谷町2-2-18。本館建て替えに際し、2017年3月から4月より1階にゲームリスクシティプレイガイドが移転する。営業開始時間は3モールに準拠して10時30分となる。なお、3モール自体に再開発計画があり、 新しい本館の完成までに3モールの取り壊しが行われた場合は、再移転をよ。神谷町車オ、編集神谷町車オには、ウォッチスクエアと西鉄旅行エディオン、広島支店、サンフレッチ広島の公式グッズショップ、V ポイントが移転する。V ポイントは東通りに移転。ウォッチスクエアについては2017年3月3日、時点で、 どの区域に入居するかは明らかにされていない。原田ビル、編集所在地は、広島市中区大手町1-8-20。地上4階が、エディオンの店舗である。以前は、そごう広島店のそごうタウンの店舗の一つで、2001年にデオデオの店舗になった。デオデオになった当初は、白物家電を扱う生活家電館だった。その後、パソコン専門館になるが、当初は、 デオデオ独自のパソコン館だった。2005年に他のエディオングループとブランドを統一してコンマートになった。2010年9月にウォッチカメラ館の統合でフロアが変更された。2012年6月の新館開店でカメラ売り場が新館に移転。パソコン、時計の専門館になった。2012年10月14日に本館への統合のために閉店した。 この時点でのフロアマップは次の通りであった。2012年11月から4階に旧ネバーランド広島本店のエディオンパソコン教室が移動し開校した。残る1から3階はしばらく空きテナントであったが、2013年3月に双葉図書ギガ本通り店が開店した。1階には双葉図書が近年開店した店舗に入居させるタリーズコーヒーが入り、 購入前の書籍を閲覧しながらの飲食が可能である。2017年の本館建て替えに際し、4階にはおもちゃ、ホビー売り場が入居するため、パソコン教室はパソコンサポートとともに上田ビルに再移転する。上田ビル、編集所在地は広島市中区大手町1-4-14。2階にエディオンパソコン教室とパソコンサポートが入る。事務所棟編集以前の本社。 現在は1階に商品を引き渡し所。それ以上の木澤橋は本店会議室やエディオン関連財団などが入っている。駐車場旨、編集契約駐車場の他にエディオン直営の駐車場も数箇所存在している。契約駐車場を含めて3800台収容できる。デオデオ神谷町お客様駐車場の方は以前は本店の仮店舗が置かれていた。 大手町立体駐車場は本館新館用地になった。旧本館編集大規模な店舗で地下2階から地上8階までに店舗スペースを設けていた。地下1階で地下街神谷町車両と接続していた。現在の建物は開店当初はハイライフプラザ第一産業本店で1977年の店名ブランド変更で第一本店。 そして1997年店名ブランド及び社名の変更でデオデオ本店、さらに2012年のブランド統一、新館の開店によりエディオン、広島本店本館になっている。2001年には全面改装し、同年6月15日にブロードバンドデジタル館としてパソコン館などと同時オープンした。その時は白物家電を旧パソコン館で扱っていたが、 2003年11月より総合館になり、白物家電、パソコンなどを扱う店舗になった。本館のお客様用エレベーターは2001年にブロードバンドデジタル館として同時オープンした時にリニューアルされたが、エスカレーター、従業員用エレベーターは閉店までリニューアルされなかった。1975年6月21日に現在の建物に建て替えられた。 開店当初は家電店としては日本一の面積を持ち、自営面積は約5000平方メートル、売り場でない面積が別に約2300平方メートルあった。開店当時の面積配分は家電約70%、インテリア及び家庭用品が約30%を占めていた。完成後、長い間、広島で最大の店舗面積を持つ家電店であった。 補足1。同時期に、祖号広島店の開店と、店舗面積拡大、現在もある、サンモールの開店、さらには、ユニード広島店の開店などで、広島商業圏のシェアトップの座が、八丁堀から神谷町に移ることになった。現在の建物が建てられた当初は7階に、第一サテライトスタジオがあり、同社提供の中国放送のラジオ番組サテライト、 ナンバーワンなどの公開性放送を10年以上行っていた。また、8階には食堂街があり、うどん、そばの本陣和食、一品料理の現像、お好み焼きの徳川、中華料理の丸八、コーヒージュースの四季があったが、1990年代までにすべて閉店した。以下のフロアマップは、1975年に現在の建物ができた。 当時のマップである。開館当時は B2 階でブラジルフェアが行われた。本館が開店した同月1日には、蘇豪広島店、福屋本店、天満屋広島店、三越広島店が店舗面積の拡大を行っている。1974年5月まで旧本店が同地にあり、建て替え期間中は現在、レオデオの立体駐車場になっている場所に仮設店舗を を受けてて営業していた。また、輸入家具専門店の JC ペニーとデオデオが提携していた時には、1996年8月30日に本店内に JC ペニーの商品を扱うフロアが設置された。後に、提携を解消し、現在は存在しない。サテライトスタジオは7階から8階に移動し、同時オープンした2001年には、吉本興業が運営する。 250人収容できる劇場吉本神谷町劇場が設置された。サテライトスタジオスペースは祭事場としても使われている。また B1 階にはプレイガイドがあった。夏場には屋上に現像ビアガーデンが設けられていた。以下は2012年6月の新館開店による閉店直前のフロアマップである。 2012年6月22日に開業したデオデオ本店新館の完成に先駆けて、同月4日より近い店2階のみの営業と大幅に営業を縮小し、改装に入った。同年6月9日の地元新聞記事では、改装後の本店に、コンプマート広島、ネバーランド、広島本店を移転し、10月に営業再開するとも、報じていた。 2012年10月1日に、現在の店名、エディオン、広島本店本館に名称変更。その後2012年10月26日に改装を終え、グランドオープンすることが発表された。2012年10月のリニューアルオープン後のフロアマップは以下の通りである。本館建て替え計画、編集新館外壁に貼られた本館の建て替えを知らせる案内。 各売り場の本館での最終営業日と移転先、営業時間等が記されている2007年に現在西建てと呼ばれている建物を建てる計画が明らかになった。その時は当時の本館の建て替えについては触れられなかった。その後2010年10月に西隣のウォッチカメラ館、デオデオ旅行者、ドコモショップデオデオ店、通信機、電気パーツ館、 デオデオ第3大手マチビル V ポイントがあった地に本店と同レベルの新館を建設。さらに新館建設後に原本館を取り壊し、新本館を建設。ツインビル化することを発表した。完成後は2館合わせて約14000平方メートルになる予定。当初の計画では新館は2012年春、本館建て替えは2013年度に、 完成予定とされていた。その後、2011年10月25日の新聞記事で、第2本店の予定通りの建設と、本店建て替えを最大で2年に延期、第2本店完成後に、本店の全面改装することが明らかになった。理由として、広島駅前に建設する店舗を優先し、大型投資集中を防ぐためとしている。当初、 第二本店と呼ばれた新館の完成の後、2017年4月、広島駅前に建設中のエディオン、スタヤ家電が開業。これを踏まえ、4月9日までに順次すべての売り場が営業を終了し、現在の本館は取り壊される。建て替えの終了は2019年を見込んでいる。建て替え中の売り場の営業場所は以下の通りである。小規模店舗、編集級。 ディスクシティ所在地は広島県広島市中区大手町1-4-1。1990年代から遅くとも1999年までデオデオ店舗として使われた。2000年代はセガのゲームセンターになり、2007年に新館建設のため林地と交換の形でデオデオの所有でなくなった。跡地には広島発祥のうどん店であるサヌキ屋やしゃぶしゃぶ温野菜。 お好み焼きやタバコ店等が入居している。旧パソコン館1990年代に店舗として使われた。本館がデジタル館になるときに対等のゲームセンターになった。ネバーランド袋町店2006年2月に大英広島店後に袋町店として開業した。建物内にはネバーランドの他に地元スーパーのユアーズ、ダイソー、 タヤマ文具などが出展していた。携帯電話売り場を併設していたことから、広島 FM 放送で、デオデオ一社提供、au ボーダフォーン協賛で放送していた、デオデオラビンサタデーの公開性放送を行う、サテライトスタジオがあった。家主の都合により2008年2月に閉鎖。現在は、建て替えられ、ユアーズの再出店及び駐車場になっている。ネバーランド、 広島本店所在地は広島市中区大手町にの三の三。地上1階から3階に店舗スペースを設けていた。さらに4階及び5階も活用している。玩具など趣味の専門店。以前はソフマップギガストア広島店が置かれたが2006年5月の閉店後はしばらく空き店舗になっていた。袋町店の閉店で2008年3月に 現在地に移転した。2010年8月にサンフレッチ広島オフィシャルショップ V ポイントが4階に移転。5階には各種教室も移転した。2012年10月、本館への統合のためにネバーランドが4日、V ポイントが20日に閉店した。パソコン教室は11月まで継続した。その後、パソコン教室は旧コンマートの建物に移動した。 退去後のビルには2013年3月16日よりアニメートビルとしてアニメート、メロンブックス、ラシン,バンなどが入店している。現、新館敷地、編集以下の店舗は新館建設のために閉店。現在、敷地には新館が建っている。ドコモショップデオデオ店旧店舗時代の同地には以前は修理官やレンタルビデオ館が置かれた。通信機、電気パーツ間 地上2階、通信機、電気パーツ専門。2001年にエディオン、広島本店がデジタル館になった時に地下2階から移された。2010年8月に再び本館、ウォッチカメラ館、地上2階の建物、時計とカメラの専門店。1階で時計を、2階でカメラを扱う。本店は道を挟んで向かい側にある。 1999年までに旧ディスクシティが当地に移転、その後ウォッチカメラ館に転用され、2010年8月にコンプマート1階に移転した。その後、カメラコーナーは新館の完成とともにそちらに再移動した。デオデオ旅行者地上1階、トラベル専門、JTB の総合提携店、ウォッチカメラ館に隣接している。以前は、 別の場所にあった。2010年8月に本館2階に移転した。新館完成に合わせて新館4階に移動。エディオンツアーズに名称変更した。本館のリニューアルオープン後は本館5階に移動する。デオデオ第3大手町ビルなどデオデオのパソコン教室などが置かれていた。以前は同地にサンフレッチ広島オフィシャルショップ V ポイントがあった。 デオデオ関連の他に派遣会社のパソナも置かれていた。2009年より地域貢献の一環として行われている。大半の講座が本店周辺で行われている。コースはデジカメビデオの使い方教室の撮る撮るレコーダーなどの利用方法を学ぶ、見る、聞く、料理教室のクッキンググルメで構成している。入会費無料で参加費を払う形で行われ。 参加資格はエディオンカードなどの入会者に限っている。開始当初から2012年6月まではデオデオクラブとして運営していたが、同年7月より現名称に変更されている。ありがとうございます。